英語喋れてよかったことっていうのは、やっぱりロジックっていうものに気づくよね。ロジック、なんか良さそう、その話。何？日本のね、会話って、英語の会話、日本語の会話って結構中身ないんだよ。元気ですか？はい、元気です。っていうような感じのね、やりとりなんだよ。本当に必要なこと、イエスかノーかはっきりしろみたいなことで、イエスと言えば済む話を遠回りにして、なんとか察してねみたいな会話の仕方って日本語なんだよ。だから上手な言い方を考えないと喧嘩になるとかね、機嫌を損ねるみたいなことがあるでしょ。とね、そっちの方ばっかり言っちゃう。礼儀正しい、雅であるみたいなのがとっても重要。だけど英語は、まあイエスかノーか先に言って、愛か言うか先に言って、結論は主人公は全部明快でしょ。そっから始めないと言葉にならないから。っていうんで、やっぱり考えることに対してロジカルになってくるよね。じゃあビジネス交渉能力がそこで、まあ、上がったし、英そ語れは勉まあ、強してなかったら、なんかこう、もうちょっとまどろっこしく生きてたみたいな。それはあると思う。そうじゃなかった生き方と比較できないから分かんないけど。それはそうだ。だから、あんまり英語がうまくて日本語が引きずられちゃうと冷たいとかね、そういうふうに捉える人もいるよね。逆にイギリス人でね、やっぱり日本人とこう非常に付き合うようになった人が、奥さんから、あなたの英語は最近ね、説明が長くておかしいって言ああ、われ日る。本語に寄ってったってそうそう、こ日と本語によっね。て。面白いね。まあ、まとめると、英語が喋れたことによって、英語的な会話の進め方というか仕事の進め方っていうのと、両方日本語とチョイスできるようになって、その英語式が割と合ってて、仕事をうまく進めることができたっていう経験が結構あったと。合ってますか？合ってます。それと、それはいいようですよね。お世辞を言われた時に、やっぱり「いや、そんなことないです」って言わないでさ、「どうもありがとうございます」って言っちゃうもんだから、最初のうちはなんか変な人と言われた記憶がある。日本に帰ってきたそう時そうに。そうそう、Thank you very much って言うでしょ。だから、あ、どうもすいません、ありがとうございます、嬉しいです、なんてこう言っちゃうから、普通はそう言わないもんだったと。今は変わってきてるけどね。チャンネチャンルネル登登録録おお願願いいししまます。す。